はい、ということで、はい、ユニタスについてちょっと事件をね調べていきましょう。じゃあ俺は用事があるから先に行くぜ。用事って、まあ期待して待っててくれや。ああそうそう、コーヒー豆なかったろ、買っといてくれよ。オッケー、いつもの深入りだよね。ああ、え、ソフィア、お前。そうだよ、言ってること分かってたんだ。さすが俺の娘。ああ、いいから、いいから。おいおい、行ってきます。ここがポケモン研究所。ここで昔ママ働いてた。ユニタスの活動拠点。清掃員らしい人がいるみたい。あ、そっか。ハリーの体があるかもしれない。調べよう。まさかのね。ピカチュウの中にハリーの意志が入ってるんで、どうにかなるかもしれん。ライム大学の学生です。何でも聞いてくれ。施設について。研究施設だ。 R 事件が起きて以来閉鎖されてしまってるようだけどね。全部で、4つか。ああ、あのニュースで知ってる程度。2年前で暴れてる。ずっと下手されてるらしいよ。他にもいるけど、ほとんどこの人なんだ。うん、行こう。OK、うん、別の入り口。ここもさすがにかかってるでしょ。そうだよね、もんじゃらいる。あ、動くよ。あ、ダメか。一度情報整理した方がいいの思う。なるほど。この辺り人見かけることはない。ピカチュウ待ちか。遅いな。何やってるんだろう、ピカチュウ。ティムったら、お父さんのことまだピカチュウって呼んでるの？ああ、なんか面と向かって父さんって呼ぶのは、見た目がピカチュウだからね。言われてみれば、難しいかも。来たわよ。おい、お待たせ。来てくれたんだね、ありがとう。ピカチュウって顔が広いのね。
こいつらみんな俺の射程だぜ。うわっ、いてててて。なになに、どうしちゃったの？実はピカチュウがね。ティム、そんなことはいいから先を急ごうぜ。あ、待てよピカチュウ、様子が変だ。調べたんだけど、いそうな気配がないんだ。何よ、俺の勘がここだこ続けている。隠れるとどこに？知らないとわからん。事前の調査を済ませてくれているみたいだからな。ポケモンたちから話を聞こう。お願いレイチェル。よし行くぞ。ダストダス。ダース。なんて言ってんのかな。清掃員のパートナー手伝ってる。ほう。情報、うん、見かけてないんだ。建物に入ったことない。なるほどね。変わったおやつを拾う。包み紙。誰も来ないけど罪神が折ってる時があると。じゃあディクだ。ディク、ここに住んでるポケモンなのか、気に入ってるのか。本当だよ。喜んでくれるよ。人は見てないけど気になること言ってる。なんだ。地面、夜に眠ってるとうるさくなる時がある。うん、地下系かな。もしかして建物の床に穴を開けて入った。あとモンジャラだな。間違えた。日向ぼっこ。もじゃ。ガラスの破片。建物に入った時についたのかもしれない。目の前の扉、鍵かかってたけどね。少し前まで開いてたのか。お、調べてみよう。内側から鎖か何かで開かないようにしてる。
さてさ、やっぱりいるのかな、ユニタス。音がする。内側から閉じ込められた食べ物の罪神。まあ人はいるよね、確かに。これだ。夜に来たらいいんじゃないか。オッケー。あ、ガーディの出番だ。ガーディ教えてくれ。行くぞ。うん。おう。モンジュラの近くの小さな扉あたりからに置く。OK。こっちか。ここ？消えちゃった。この先に続いてるみたい。うん。この先にあるらしい。荒っぽいのは承知だが。やるしかないようだな。引いたるまか。行くぞ。うん。うるぅ。あれ。穴が開いてる。ぶっ壊すのやばいな。うん。これなら入れそうだ。ひどい荒れ具合だ。きっとある時期に暴れた場所なんだ。ああ、なるほどなるほど。その事件のあった時のままって感じなんだね。この場所にいるはず。手掛かりを探すぞ。メモ。管理グループより対象物の捜索について見つけ次第すぐに回収。1階のコンクリートで塞ぐこと。配電盤壊す。静かに歩く。ほう。管理グループね。なるほど。怪しいね。あんまり手がかりが。あ、食べ物のゴミ。
足跡。モンジャラの足跡。入ってるね、モンジャラね。おこれはあれか。あるぞ。あ、大金ついたもんじゃない。前ってことか。あ、回転板ね。あ、壊してあるからな。何かを隠すため。ほう。あとは、あとどこにあるんだ。こう裏とか。そうだよね。なんだこれ。鍵だ。よし、試そう。まさかここの場所だと思わんかったな。開いたぞ。邪魔。またせたな、二人とも。何か目的がある。何があった？違うか。これではないのか。よし。塞ぐこと。最近ちょっと推理が怪しい。塞がれた通路。ヒヒダルマだな。このだけ壁の色が違うけど。よし、投資だ。ここだ。壊してくれ。やっぱ壁の色違うからね。行くぞ。壁の向こうにこんな通路が。行こう。行くぞ。地下にこんな空間があったんだね。通路を隠したくらいだから突き止めよう。どうした？俺の体に近づいてる感じがする。フォースか、もしかして。ピカチュウの意識が弱まってる気がする。
俺の意識が完全に戻った影響かもしれない。いつまで持つかわからないか、ゆっくりしてられない。おっと、この放送はキューブの最終チェックを行います。最下層 B5。 今の放送って調べる必要がありそうだ。話さないか。なんだナティム、ソフィアのやつずっと俺の言葉が分かっていたようだな。なぜ早く言わなかったんだろう。娘だから。ロックがかけられてる。おう、いるぞ。ところでオーロラの雫は届けてきたのか。ええ、さっき行ってきたとこ。大変だったのよ、ウーがなかなか吐き出さなくて。ここで何をしてるの。今日はハワードさんが製造ラインの視察にいらっしゃるんだから気を引き締めなさい。は、はい。あなたは私についてきなさい。地下5階の準備を手伝ってもらうわ。はい。あなたたち2人はしばらくこの階で待機していなさい。了解です。ねえ、インディアスがいたな。推理は間違ってなかった。オーロラの雫って言ってたね。製造ライン、パパがここに来る。 B5 に行けば市長に会えるってことか。行くぞ B5 に。あ、へえ、めちゃめちゃあるな。研究実行部屋が2つある。 OK。 おう、エレベーター。あ、あいつら B5 に向かうと言った。カードキーね。え、だいぶ雰囲気が違う。 OK、 行くぞ。階段やエレベーター。聞いた。あ、パスコードか、うん、4桁だ。確かに階段のパスコードを探そう。でこっちが行けるようになると。何？なんだ？うん、入れない。あ、ウォーターサーバーがある。あ、異常がないか。ほら、あのダクトあんじゃん。またあ、毎月変更。待機室ね。脱走した。ここに閉じ込めてるのか。脱走者の対応、うん、よし行くぞレントラー。うん、俺はここ数日痩せたと思う。いいね。よしよし。レントラーに投資能力で場所を見つけると。よし、頼むぞ。
マルマイン暇そうにしてる。これはポケモンが倒れてる。そりゃ大変だ、なんとかしないと。何か手はないか。それは使えそうだな。そうか、行くぞ。オッケー、君に伝えよう。マルマイン、どうした？ウパがね、倒れてるんだよね。俺なら倒れる。行こう。頼むぜ。うん、急いで行ってあげて。任せとけ。助かったぜ。本当に痩せたの？うん、なんと帰れた。かなり弱ってる。おう。うん。かなり弱ってる。水が足りない。ウォーターサーバーだ。元気になったみたいだね。ありがとうって言ってる。なんでここにいんだろう。理由だ。捕まって無理やり連れてこられた。背中に何かつけられてから頭がぼーっとしていたらしい。キューブだね。ウパーについて。よし。ウパーの近く涼しくなってる。湿り気。よし。パスコードはこの辺にあるかもしれない。内戦ね。あ、雫の写真。あ、やみらみだ。宝石を食べるので注意。なんだろう、事業計画書。あっ
実験のレポート。雫は宇宙から飛来したもの隕石と宇宙ウイルスについて。オッケー。実験に必要だった。よし。張り紙がある。ないな。違うか、さすがにまずい。で、こっちに行こう。よし。オッケー。まさかね、すべての事件がインリタさんにつながってるとは思わんかった。よし。はい、地下1階です。施設外にポケモンが脱走したんだ。すぐ1階に来てくれ。全員出たぞ。しかし先ほど持ち場を離れるなと。何を言ってる。上の命令に逆らうのか。いいからさっさと来るんだ。わかりました。やばいぞ、緊急招集だ、急げ。やったね。あっさり引っかかったな。よし、うまくいったぞ。行こう。これでいける。あ、ついてるね。残ってたか。自爆を止める方法はある。助けてくれ。オッケー。やった。収まった。爆発を止めてきてありがとう。いきなり知らない人が来たら爆発すんの。ニータさんについて。パートナーなんだ。あ、なるほどね。爆発させないように。あの、ストレスがたまると爆発しやすい。遊んでくれない。うん。湿り気のおかげだね。
よし、調べよう。うわ、雫を盗むための下調べしてたのか。やった、7020だ。よし、行くぞ。ボイスレコーダーを配布。確かに。行くぞ、7020。よし、開いた。うん、行くぞ。2階か。みんなはここで待ってもらった方がいいかもしれない。 OK、 大きな倉庫がある。またパスコードか。はい、ということで、まあ、今回はね、地下2階に来たところで終わりになります。次回2階の探索をしていきたいと思います。